今日のテーマはですね、マスクをとっても安心できるリップメイク方法ということでね、させていただきます。基本的にね、僕がこの美容の方でずっとこの 2,3 年見てますとですね、心理状態が非常にね、変わってきたと。でやっぱり2年も3年もこの顔半分下をですね、隠すというか隠した状態でずっと日々生活をしているっていうのをが普通になってくると、今度この対象の場でこのマスクを外した時の自分の、下半分ですね、顔下半分がすごく老けてるなとか、すごくなんかこうギャップがある、マスクをしてる時の顔と撮った時の顔がギャップがあってですね、それがどうも、不安やとか心配やとか、それからちょっと老けたんちゃうかなとか、いろんなね、思いをする方が増えてきました。それからやっぱり隠す心理というのがあって、人ってなんか隠れ家的にね、プライベートのそういう飲食店なんかよく行くとよくわかると思うんですが、人に見られてるところと違って、こう隠れ家的なところでね、ゆっくりするっていう、ゆっくりしたいっていうね、そんな心理もあるじゃないですか。だから隠してるとですね、誰かに会った時でも気づかれへんかなみたいな感じで、ちょっとそういう部分で安心感があったりというね、僕自身もそんな風に思ったりするんですね。だから意外とこう取ってしまうとなんか余計目立ってしまうから、やっといたらいいかみたいな、みんなやってるんやから、やっとこかみたいな、そういうね、心理状態がここ数年続いててね、それがすごく社会的な部分ではなんかこう積極性に欠けていくというね、ちょっとこう危惧するようなことがあります。メイクアップなんかでも、リップ、しばらくリップね、口紅が売れなかったりとか、いろいろと化粧品ファンデーションが売れなかったりとかということは、それだけ使ってないということですね。でそういうことはどちらかというと消極的に、その自分もメイクをしないということになっているというふうに思うので、今日はそこら辺ですね、マスクをしてても仕込んでおけばマスク取っても綺麗ですよみたいなね、そういうちょっとメイクアップのことをお話ししたいと思います。皆さん、なぜここ下半分が老けたかっていうのは分かりますかね。なぜ老けたんように思うか、はい、これはですね、まず一つ表情筋っていうのを使わなくなったからです。まず一つは表情筋ね。だからあまり動かしていないということ。やっぱりこう人と会うときはいつも口角をこう上げてですね、にっこりしてるようなこういう状況をずっと作ってるわけなんですが、やっぱりマスクを外すこうつけると、別にこの表情をわざわざ見られへんからいいわみたいな感じで、どうしても自然にですね、口角が下がってるわけですね。でこの下がってる部分を上げるということは、やっぱりスキンケアのするときにリフトアップをするということが大事なんですよ。それをね、ちょっと今日はまず最初に仕込みということでね、お話をしていきます。表情筋がすごく弱って、垂れていく、だからリフトアップマッサージも必要ですよということと、今言われた乾燥ね。で乾燥っていうのはマスクをしてると蒸れるから、乾燥しないように思うか分かりませんが、これ蒸れてるということはマスクを外した瞬間にですね、その水分がバーッと保湿力が飛んでしまうんですね。でより、乾燥してしまうということになります。はい、だからお風呂とか上がった時にこうあったかい体がですね、ちょっと一瞬で外に出た時に急にこうファーッとこう抜けていく感じ、ほんでなんかこう乾燥してしまう、肌が乾燥するというそんな感じに近いんですね。だからまず言ったその表情筋を鍛えるということと、乾燥を防ぐということと、それからメイクアップの技術で、マスクは外した時でもリップがちゃんと残ってるとか、この下半分の顔が血色が良くて明るく見えますよ、だからもうマスクすっと外しても大丈夫ですよという、いやその3本柱ですね、ちょっと話をしていきます。まず一つリップ、簡単なことですけども、こうね、ここはい、これ分かりますかね、親指でここを当ててもらって、こうですね。で、これで、ここへぐーっと上げていきましょう。これだけ。もう、これ、スキンケアするときに、マッサージクリーム塗ったときに、ここの部分をスーッと上げていくこと。こういう感じ。今日も画角的にすごく面白い画角になりそうですね。この間は、僕と一緒にメイクをしようというメイクでものすごく放送事故並みのメイクの顔になりましたけどね。こうですね、はい、ここのね、リフトアップ、これしっかりとしておくだけで、この口角のここですね、表情筋のここ、はい、これがですね、上がっていきます。これマッサージするとき、朝晩ね、スキンケアして、化粧水つけたりクリームつけたりしますね、その時にやってください。はい、で時間があればですけども、ここですね、目が疲れたときにここ目押しますよね、ちょっと押しますよね、軽くでいいですよ、軽く押します。
で軽く押したらここのリンパの流れがあるんですね。この鼻筋のところ、鼻筋のところスーッと押して、鼻をですねキュッと中へキュッとここを押してあげます。これここからずっとリンパが流れてこう押します。はい、押したらそのまま今度こういうして下からこの口角、こうですね、ほうれい線のところの口角のところをこういうふうにして上上げていく。そうするとこの頬の部分がリフトアップしていきます。はい、こんな感じで、リフトアップすると同時にここの部分で小顔になっていきます。リンパが流れるんで小顔になっていく。これあの実はあの美顔リフレって僕らはその顔つぼのマッサージとかっていうのをね昔からやってたんですけど、そういう部分でお客様のお顔をこうして、でメイクアップする時もねこうやってあのやってあげるんですよ。これ今自分で一人で片一歩ずつやってますけど、こう入れてここへ上げてこう持ち上げる。一回やってみてください。はい、こうで、あんまりすらないように、今ちょっと僕クリームも何も塗ってないですけど、ちょっとこうあの皮膚をするというよりかはちょっとこうツボを押しながらね、こう押しながら持ち上げる感じ。こういう感じで、あとはこうね、貯金ちゃんこの口角をキュッと上げる、このマッサージ、これをちょっとしばらくやってください。そしたらこう外した時にちょっと小顔になってる、分かると思います。うん、すっきりするんですね。はい、これがまずマッサージで、普段やることね。それからリップケアね、寝る前に乾燥しないようにリップの、リップセラムとかそういうあのクリームをつけて寝るとか保湿をしておくということがまず一つで、さあそれでは、今度はですね実際のメイクをどういうふうに仕込んでいくかということをお話します。まずあの乾燥を防いでおいたら、リップの上っていうのは、ここですね、メイクをするときにリップつけるときに一旦この色素、リップの色素が年々ですね、唇の色素がちょっとくすんだりしてきますから、あまりこうくすんでる人は特にあのその色味がですねうまく乗らない、口紅の色味が乗らないことが起こるので、まず一旦最初にですねファンデーションとかあの固形のファンデーションでもいいし、ちょっとね、コンシーラーでもいいんですけども、押さえてあげる、はい、押さえてあげるんですよ最初に。わかりますかね、はい、こういうあのパウダーでもいいんで押さえて、でくすみとかをちょっと押さえていく、はい、やります。これがまず一つ、最初にですねファンデーションとかパウダーでこの輪郭の部分をですねちょっとこう押さえて、はっきり後からかけるようにしていくということですね。まず押さえます。それから、リップペンシルね、これ皆さんねあのリップ口紅だけでなくリップペンシルを持っておいてください。はい、リップペンシル何でもいいですか、 あんまり色がですね突出した色はダメなんで、僕はこれチャコットのキャラメルというね、色を使っています。あの自分のリップの輪郭をですね、輪郭をまず描くんですけども、だいたいねリップってここの下唇のこの底辺を少しまっすぐ伸ばしてあげると船底みたいになるので、この部分をちょっと強調して、それから口角に向かってこうして形を整えていきます。まずはい、で口角のここの部分ですね、ちょっと口をカッとあーっと開いていただいて、ここを締めていきます。通常はこういうふうにしていくとリップのこの形がですねこう整っていくんですね。こうしてわかりますかね、で、軽くリップラインをラインを取るんで、これリップラインのペンシルを今描いてるんです。で普段はこう使ったりするんですが、まああんまりねあのやりすぎるとちょっと美容部員さんみたいな形で、あの私コスメすごくやってるんですよっていうコスメ好きな感じになってしまうので、あんまりこういうのやってる人が少なかったか分かりません最近はね。ところがこういうあのマスクメイクの時にこのリップのペンシルをですね、最初に自分のリップラインを少し膨らましてこのラインを取ったら、こう中を塗りつぶしていくんですよ。分かります。でこの色もねあんまり突出した色と違って、この後に塗るリップの色より落ちた色、ちょっとこのトーンが落ちている色ね、明るい色じゃなくてちょっとこうこっちの方が分かりますかね、まあ、こんな形になったとしますね。そうするとですね、このリップ塗りつぶしたこのリップの上に今度リップ
リップですね、塗りたいリップ、リップペンシルの上に塗りたいリップを塗っていくと、このリップが落ちた時にうまくこのペンシルの色が同調して、あまりこのリップが落ちたような感覚にならないんですよ。なりにくいんです。だからよく持つんですね。でこういうやり方をねやって、まずやります。はい。でリップペンシルで描いて、その後リップを塗っていきます。まあ、こういう形ですれば、この下からですねずっと塗ってあげると、ちょっと色ついていく、分かりますかね。うまく同調するっていうかな、色がね馴染んでいくの分かるかな。はい。でリップペンシルよりかやっぱりこの口紅ルージュというのは油分が結構あるのでね、艶やかな感じになってきます。油分がですね、実は塗りたての時にマスクをしてしまうとマスクにベタっとついてしまうんですね。だから皆さん、まあ、あまりリップを塗らなくなるわけですよ。ところがリップを外した、マスクを外してね、ご飯とかするとき外したときに、どうしても下半分が暗い、不健康な感じになってる人が多いので、こういうふうにまず仕込んでおくわけですね。でしばらくするとこの油分が少し収まりますから、ここで、はい、必殺技ですね、覚えておいてくださいね。ここで先ほどこうやって使ったパウダーね、ルーセントパウダーでもいいし、ちょっとお粉みたいなフィニッシングパウダーでもいいんですけど、それをそのまま塗るとあれなので、パフね、このパフをそのままこう取ってこう塗ると、これパフが汚れますから、そういう時にちょっとティッシュ1枚、はい、ティッシュ1枚を絡めます。こういう感じね。でこれを絡めてですね、パウダーを取ります。軽く取ります。はい。そして先ほど塗ったちょっとこう、しばらくこれ置いとかなあかんんですけどね、油分がちょっとこう浸透するまで本当は置いとく方がいいんですけど、ここにですね軽く押さえます。ね、でパウダーをスッと押さえますとですね、ちょっと粉が、はい、ちょっとこんな風にマットな感じになったの分かりますかね。なります。この油分の、要は油分量がですねちょっと抑えられて、今度は手につきにくくなるんです。これちょっとぐらいつきますけど、まだね。だけど全く先ほどこのパウダーを入れないでは大きく変わります。そして時間があれば、こうやってパウダーを入れた後にもう一回入れてあげる。そうするとですね、ミルフィル、なんなん、何層にもできるパターンね。はい、こんな感じで何層にもできてくるわけです。で、色の発色もだんだん良くなっていく。はい、艶やかさとか、さっきの色よりかちょっと濃くなったの分かりますよね。で、こんなふうにして、通常は僕らはそのマスクをしてる、してないにかかわらず、ブライダルとか、なんかこう、長い時間ずっとリップを落としたくないんよって、落ちないようにしたいんよっていうお客さんも多いんで、そういう時はこうやってちょっと何度かですね仕込みをしていきます。そうするとね、結構落ちにくくなりますし、まあ、これで一旦しばらく置いてマスクにつきそうだったら軽くもう一回ティッシュオフするとかしますけども、まあ、これぐらいだったらね大丈夫だと思いますね。どうですか。そうすると綺麗な状態が保てます。で間にですねパウダー1回引いてるし、下に、ペンシルのラインを引いてますから、まあまあ取れていっても、全く何もリップをしていない時のような感じ、ね、そういう感じよりかは健康的で明るくて、この人メイクちゃんとしてるなというふうにマスクを取った瞬間でもすごく明るい顔ができます。これがまず一つのリップの、まあ、塗り方。そしてこれだけだったらどうしてもリップだけ浮いてしまうんですね。なぜかっていうと、まあ、下顔半分何もしていない人がたまたまリップだけ塗ったところでリップだけが目立つ。だからその周りにですね、実はコンシーラーとか塗っていくんですが、これね実はねマスクを取るのがなぜ嫌かというと、ご自身の顔の輪郭がそのまま出るのが嫌なんですよ。例えばたるんできたなと思ってる人は余計にたるみが気になるからね、出せないいうことですよね。このリップをできるだけ明るく口角を上げてみせるために、まあ、コンシーラーとかでしますね。まあ、ちょっとこれ今分かりやすいようにこんな
眉のコンシーラーでありますけど、まあ、コンシーラーっていろいろとこうスティック状のものもあれば、こういうものもあるんで、これをねブラシにとってやる場合もあるんですけど、ちょっと時間的にここの口角の部分ですね、この口角の部分にコンシーラーを仕込んであげます。わかりますかね。そうするとここのリップラインが上に上昇的にこう上上がったようになります。でこれをぼかしてあげます。リップのラインがはっきりしてきます。そしてここのここですね、この山も少しこういう感じ。そしてリップねはっきりしてくるの分かりますかね。でここは口元の周りです。口元の周りで、この口の周りにほうれい線っていうのがありますね。このほうれい線、このほうれい線の部分に、ほうれい線の部分にもこのコンシーラーを仕込んで、ほうれい線はちょっと分かりますかね、ここに入れたらほうれい線の上に向かって斜め45度に押し込むように、この明るめのコンシーラーを入れます。ファンデーションというよりかはちょっと明るめのコンシーラーを入れていきます。口角をキュッと上げて、ほうれい線に対してこう上げていく。一回やってみましょうか。熱い、汗かいてる今入れたとこ分かりますかね、ここね、これをキュッとここになじませていきます。でこのほうれい線は下から上に斜め45度に押し込んでいく。これをあんまりやりすぎるとこうよれたりしますんで、これ軽くね押さえていくね、ほうれい線と口角ね、 OK。 でここからです。ここからシェーディングとチークの使い方やります。シェーディングとチーク、垂れてくるということは、結構ここの頬の周りのこの下のライン、ここが垂れていく、ね、丸顔でちょっとこう垂れてるなっていうのが気になる方は、ここにシェーディングという影を入れていきます。ちょっと濃いめのパウダーとかね、濃いめのこういうパウダーね、ちょっともうこれ少ないな、をここにスッとここですね、このラインに入れていきます。ただですね、これは痩せこけてきている年齢になってきた場合、痩せてここの頬の下がですねこけてきている人はこれやると逆効果なんでダメですよ。これ今やってるのはちょっとこうたるみが気になって、どうしてもこの顔下半分が出したくないっていうね、そういう場合で、これちょっと締めるだけでシェーディング効果ができました。でシェーディング効果ができたら、今度ここにもそう、唇の下にもね、まあ、前回もやりましたけども、ちょっとシェーディングの色をね、ノーズシャドウの色なんかを入れていきます。これが、チャコットの602番っていう、これねお持ちになったらいい。今もちょっとこの形状がちっちゃくなりましたけども、まあ、こういうのですね、ノーズシャドウをここに入れて、まあ、ノーズシャドウからこういうして変えてやっていきましょう。こう入れて、でここ、こっちもノーズシャドウを入れて、小鼻入れて、ここ、まあ、こういうふうにしていって立体感をつけていく。で今度はですね、血色を上げるためのチーク、このチークがねいい仕事するんですよ。でチークを皆さんね、結構チークって頬に塗るもんだと思ってるんですね。まあまあそうなんですけど、実際はちょっと明るめの色で こんな色 ねこんな色を使って、でこういう色を入れすぎるとやっぱりちょっとこういろんなところに色が取りまくってる感じに見えますが、ちょっと薄めのこういうコーラルピンク系、こういう色ですね、こういう色をどこにつけるか、このどこにつけるかがポイントになります。これ実際ですね、僕の顔でしてもちょっと分かりにくいんで、まあ、やるかな。ちょっと一応ね、今日はお話しするようにこうちょっと書いてるんやけどな、見えるかな、このピンクで書いてる方ね、このピンクで書いてる方がこれチークを分散してるの分かりますか。結構いろんなところ分散してるでしょ。普通チークって言ったらこの黒目の端下と小鼻の延長上ぐらいの、このにっこり笑ったところのこの頬骨の上あたりにスーッとかけていくんですよね。これここを起点にこういうふうに動かしていくんです。
でもマスクしてる時っていうのはほとんど隠れてしまうので、ちょっと上に描きます。上っていうことはここですね。ただね、これやりすぎるとですね、目とこの目とこの頬骨の間のところのライン、ここ結構大事で、これね、女性の場合は小指1本、自分の目の下に当てて小指1本分のところは色づけない方がいいんですよ。小指1本当てて、その間はですね、色づけないようにしながら、ちょっと上に大胆にこうして頬骨に向けてやる。はい、そうするとこの部分ができますね。で、先ほどお話したように垂れてきている人はシェーディング描きましたけど、ちょっと頬がこけてなんかこう元気がないなっていう方はですね、この頬骨の上のこの下、ここに実はですね、さっき今入れたところ、ここに入れるんですよ。えっと思うでしょ、ここね。で、ところがこの色が分散してきて、ここでへこんでるところが少しチークの色使いによって前に出る感じになりますね。で、もう一つはここ、顎先、わかりますかね、顎先で、首元とかに、マスクしてたらマスク一旦取った時、こう下にこういう風になりますよね。そういう部分に首元もね、結構ねチークを入れてあげます。軽くこういうところに血色で、まあ、あの夏場やったらここね、結構鎖骨ぐらいまで入れたりしますし、まあ、ショートヘアの方だったら耳たぶね、耳たぶとかにチーク入れたり。で、マスクしてたら今アイメイクとか眉メイクを強めにするっていうふうにもちろんやってますよね、皆さんね、マスクしてるとき。そうすると下にチークを入れたら、この上の上部にもチークをバランスよく散りまべるんですね。それがアイホールであったり、眉の上ね、眉の色にもチーク、それからこの、はい、髪の毛の生え際、こういうところに全体にですね、チークというのはバランスよくこう散りばめてあげるとですね、すごく、見た感じは、まあ、雰囲気として顔のオーラがね、パッとこう健康的ににじみ出てくるんです。チークってここだけって思ってると、ここだけ強くなってしまうので、それをうまくね、で、あの分散してください。こういうテクニックって結構大事で、まあ、あんまり年代的なことを言ったらあれなんですが、まあ、40後半ぐらい、40代以降の方々にはどうしてもお顔が少しずつこうくすんだり、やっぱりもう年月を経っていくですね、皮膚もくすんだりしますので、そのくすみをどういうふうにカバーするかと、チークで血色を上げるというのが、もうまあ僕らプロのメイクアーティストがよくやることなんですね。だから今やったことは、今回はリップという、まあ、リップメイクを主にやってますけど、実際はメイク全体に使えることなので、ぜひで、これを明日から、まあ今日から一回今ね、見ていただいている方はやってみてください。このマスクを取るというね、僕はどっちかというと取る派なんですよ。もう取って、今までみたいに、もちろん対策はしてなあかんか分かりませんが、もういつまでもいつまでもね、海外の人はもうマスク取ってるわけですね。日本人だけがすごく真面目な方が多いで、周りの目が気になる方が多い、余計に取りにくい。だけど誰かがやっていくっていうのが非常に大事だと思うので、まあ、せめてですね、マスクをしてても、そのマスクの下にはちゃんと仕込み、メイクの仕込みをしてて、そしていつでもこう食べるときにはもう堂々と取って、で、必要なときにはするみたいな感じで徐々に慣らしていけばいいと思うんですね。その提案を今回したかったわけです。もう何もこう下半分何もしていない、そういう時にマスク取るのってちょっと勇気いるじゃないですか。だからある程度もうメイクをパチッとしておいた状態で、元気な状態にしてマスクをしたり取ったりみたいなことを繰り返していけば、そのうち、もうマスク取るという習慣がですね、ついてくるんじゃないかと。まあね、2年3年ずっとそういう習慣で、つけた習慣で来てたら、なかなかねその習慣を変えるというのは難しいっていうのはあると思うんで、まあ、徐々にねやっていければなと思って、それを今回メイクの力で、なんとかしようじゃないかということでお知らせをしました。いかがだったでしょうか。はい、まあいろいろとたるみの解消のね、このリフトアップということと、まあ、美顔リフレってね、リンパを流すっていうのはすごく大事なんです。だから特に、この下半身のここですね、下半身じゃないか、この顔半分の下っていうのは、巡らすっていうのはすごく大事。
まあ、僕 の尊敬している小林照子先生もいつも言ってるんですけど、あの老化しないための方法っていうのはとにかく巡らすっていうのは大事です。何かをとどろかす、あのとどめるっていうかな、なんかためるとかね、まあ、そういうのあれなんで、まあ、リンパを流したり 血流を良くしたりということで、まあ巡らせるっていうことをやってみてください。はい、そして、今日やりましたけどリップをつけていくときはリップケアをして、それからちょっとこうファンデーションとかで、リップの、ラインをきれいにした上でリップペンシルでこう取って口角とかラインを取って、できればもう塗りつぶしてしまいます。で塗りつぶした上にリップ口紅を入れて、で口紅を入れたら今度パウダーでちょっと押さえてミルフィーユ状態ですね。でパウダーで一旦挟んで、それからもう一回つけて、ね、でまたちょっとこう軽く押さえるみたいな感じにしていけば、長持ちするし取れにくいしつきにくいというね、まあ、そういう風な形で、ぜひやってください。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。